外務大臣政務官、参議院沖縄及び、北方問題に関する特別委員長、新潟県議会議員などを務めた。新潟県荒井市生まれ。荒井市立荒井小学校、上越教育大学附属中学校、新潟県立高田高等学校卒業。1990年、慶応義塾大学法学部政治学科卒業。 同年4月、三井物産株式会社に入社。大前県一事務所にも勤める。1992年、平成維新の会事務局次長に就任。1999年4月、新潟県議会議員選挙に、上越市選挙区から自由民主党公認で出馬し、初当選した。県議時代は、地元選出の元自治大臣。 白川勝彦の系列であった。2003年、第43回衆議院議員総選挙に、新潟6区から無所属で出馬するも落選。当初は、自民党公認での出馬を模索していたが、高取周一が公認を得たため、風間は、無所属での出馬を余儀なくされた。結局、高取風間のいずれも民主党前職の筒井信隆に敗れた。 その後衆議院議員政策秘書を経て2007年の第21回参議院議員通常選挙に民主党公認で比例区から出馬し当選。2012年10月野田第三次改造内閣で外務大臣政務官に任命される。2013年1月同年7月の第23回参議院議員通常選挙では比例区から 新潟県選挙区に倶楽会して出馬する意向を表明した。同選挙では前年に民主党を離党し、生活の投稿人で出馬した現職の森友子を破り、塚田一郎に次ぐ得票数2位で再選。2015年の民主党代表選挙では、長妻明の推薦人に名を連ねるが、岡田克也が当選した。2017年12月20日、 新潟日報の取材に対し、民進党を離党して、立憲民主党に入党する意向を表明した。12月21日、民進党に離党届を提出するとともに、立憲民主党に入党届を提出し、理由について、衆議院選挙後の党運営の中で、政策部門の責任者の一端となり、様々な議論をしたが、来年から、 憲法改正の論議が活発になる中で、立憲民主党が自分にとってももふさわしいと考えたと説明した。12月25日、民進党は離党届を受理し、12月26日、立憲民主党は、風間の入党を承認した。2019年1月23日、第25回参議院議員通常選挙に立候補せず、次期衆院選で、 新潟6区から立候補する意向を表明したが、同等県連は、当該選挙区ではすでに国民民主党所属で、元新潟県議会議員の梅谷守るを、野党統一候補として推薦する意向であり、他党との審議も著しく破壊するとし難色を示した。2020年9月に、旧立県、国民両党が合流して、 立憲民主党が結成された後も、県連が押す梅谷と、党本部の一部幹部が押す風間で調整が難航したが、2021年1月12日に、党は梅谷を、新潟六支部長に選任し、風間は、次期衆院選で同党の公認を得られないことが、事実上決まった。一方、同日に風間は、衆院選には、自身の理念を具現化させるべく、 新たな枠組みを提示するとのコメントをホームページに掲載し衆院選への立候補の意向を示した。2021年6月16日立憲民主党の定例会見で幹事長の福山哲郎が風間が期日までに党籍の更新を行わなかったことを発表した。その後も風間は衆院選への立候補の意向を示していたが10月15日に 第49回衆議院議員総選挙への立候補を断念したと発表した。ありがとうございます。